はい。ということで、えー、本日はですね、衆院選和歌山選挙区のところでちょっとかなり動きが出てきましたので、まあ、こちらについて触れていきたいなというふうに思います。まあ、自民党がね、和歌山1区誰立てるのかっていうのがちょっとかなり注目されていたんですけども、なんと、鶴穂参議院議員でちょっと調整されるっていうところが報道で出まして、まあ、こちらがですね、まあ、今度は維新に勝つことができるのか。 まあ前回のね、えー、補欠選挙、今年4月ございまして、えー、衆院和歌山補欠選挙、えー、こちら一区はですね、なんと維新が勝ったということで、まあ、そこで、ね、負けた自民党の加藤さんが、やっぱもう選挙最弱というですね、もう異名を持つことができてしまったということで、まああのー、ちょっと今度は維新に勝てるのかっていう、普通ね、こう和歌山一区とかだったら、いや 今度は、あの、維新が自民に勝てるのかってなるのが普通だと思うんですけど、まあ、あの、逆にですね、今、自民が維新に勝てるのかって、今、そういう状況になっていると。 いう感じですねそして衆院選、和歌山2区は二階敏弘さんに決まったということで、まあ、ここも、ねまあ、の自民党があの10度、10減で和歌山は選挙区減るというところで、まあ、誰がこう比例に回ったりするのかというのはちょっと注目されていたんですけども、じゃあちょっとこちらも、ね、触れていきたいなというふうに思いますえ。まず衆院選、和歌山のちょっと擁立状況ですね、はいえ。これまでの状況からいくと、え1区があと岸本修平さん、国民民主党、まあ、もうめちゃくちゃ強い方でしょと。 岸本秀平さんがめちゃくちゃ強いから加藤さんが負けてたんじゃないかって当時はやられました。 ただ、維新に負けたことによって、加藤さんが弱かったっていう、<laughs> ちょっと事実も判明したってことだったんですけども、まあ、岸本秀平さんが和歌山県知事になるということで、前回衆議院選に勝ってから、知事選でありました。なので、えー、議員辞職されたっていうことがありましたので、そこで補欠選挙が行われて、維新の林由美さんが、えー、当選されたっていうような状況になっております。で、2区はですね、えっ、ー、と、元総務大臣とかやられていた石田さんですね。はい。えー、この自民党の方が、えー、当選しているという状況で、で3区が、えー、二階俊博さん。はい。 もう、二回さんですよ。はい。で、まあ、その中で、じゃあ、こう、三つの選挙区が二つになるということで、じゃちょっと石田さんどうするのみたいな、ちょっとそういう問題が、えっ、ー、と、まず、ございましたと。 で、結論ですね。まあ、昨日ちょっと報道で、あの、出たんですけども、一、えー、1区がもう鶴穂さんになりそうです。で、これ十三13日関係者が集まって、まあ、鶴穂を軸で調整。まだ、あの、決定はしてないんですけども、えー、鶴穂さんを軸に、参、えー、だ院参議院の鶴穂さんが、まあ、周囲に転出するというような、流れになりそうです。で、2区に関しては2回年色座になって、 で、近畿の比例単独で、この石田さんが出ると。でそこで党本部に名簿の再上位を求めるっていうようなところ落ち着きそうだっていう感じなんですね。はい。で元々この和歌山っていうものは、なんかこのねえ、二階さんの地盤をなんか息子に譲るんじゃないかって言われたりとか、えじゃ息子に譲るなんだったら俺が選挙区欲しいですよっていうところで、こう、世耕さんっていうですね、もう重鎮の方が、こう、 うまいに来たりみたいなちょっと牽制してきたりみたいななんかちょっとそういう動きがあったんですけどもなんかそこはなくシンプル二階さんがまた出るみたいなちょっと感じになりそうだっていう、えー、状況になっておりますで石田さんがあっさり比例行くっていうのもちょっと意外だったんですけどもはいなんかちょっとそういう感じ小選挙区を持たないっていう、えー、感じですねはいじゃあちょっとあのー この後いろいろね、過去の結果とかもちょっと振り返っていきたいなっていうふうに思うんですけども、えっ、ー、と、前回和歌山一区の補欠選挙は、まあ、あの、林由美さんが、えー、加藤さんに対して、まあ、約6000票ぐらい、えー、差をつけて当選されてましたと。で、えっ、ー、と、共産党と政治家女子法廷党,党のね、えー、方も出られたっていうような状況だったんですけども、じゃあ今回のちょっと構図、今のところ出ているメンバーでいくと、こうなりそうです。はい。 ええと、まず、林由美さん維新で補欠選挙当選されて、元々和歌山県の市議会議員をやられている方になっております。はい。ただ、今回ですね、ちょっと選挙区のエリアが、 あの、和歌山市だけではなくて、前回の、あのー、補欠選挙1区は和歌山市だけだったんですけども、え今回は、まあ、柔道受験で和歌山1区のエリアが少し広くなりまして、昨日川市と岩出市というのも含まれるような形になるので、林美さんが全く踏み入れたこともない、ちょっと地域に出ることになるっていうような、えー、感じがございます。はい。 で、えー、そして自民党は鶴穂さんですね。えっと、参議院議員で、えっと、元沖縄北方大臣とかもやられているような経験者になっております。もう5期とかもやられているんですけども、 で1998年とかに関しては、まあ、自由党で当時の参院選に、えー、出られて、もう二階さんとかがもう陣頭指揮とかを取って当選されたというような形になりますので、二階さんもね、昔一時期自民党から離れた時期とかもあったんですけども、まあ、その時からもう二階さんと一緒にやってるという状況なので、もう完全にもう二階さんともズブズブと言いますか、はい、もうそこの関係性はめちゃくちゃ太いというような、えー、感じの方になっております。はい でえそしてですね、参政党がえもう、候補者擁立、発表されておりまして、林本さんっていう、えー、方なんですけども、えー、この方が、まあ、24歳なんで,で、衆院選出られる25歳からなんですけども、一応、7月13日に誕生日を迎えるっていう状況なので、これ、解散の時期によっては、下手したら出られないっていう <laughs> 状況になってくるので。 これはちょっと、ちょっと、いつ解散するのかっていうのが、ちょっと注目なポイントに、えー、なっております。はい。まあね、もう24歳の時にご出馬するっていうのは、まあ今井ルルさんとかのね、えー、ちょっと同じような、なんか出方なのかなというふうに思うんですけども、で、一応、この林本さんは、えー、お父さんが先生の統一法選で、あのー、賛成党で和歌山市議会議員になられた、えー、方になっておりまして、まあその方の息子っていうような、えっ、ー、と、状況になっております。はい。 まあなのでね、この和歌山1区、で、またさらに、まあ多分共産党さんでしたりとか、それこそ、立憲国民あたりとか出てくるのかっていうのはちょっと注目になってくるのかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、ちょっとじゃあ前回の結果とかもね、ちょっと補欠選挙の時ちょっとこのスライドみたいなも実際、補欠選挙動画のところでもちょっと出していたんですけども、 まあちょっと出口調査のところで気になるポイントだったのが、まあ、加藤さんが自民党のね、えー、70%で半ば、公明党の8割ぐらい取られていたんですよ。だからこれね、千葉5区とかに比べて、まあ、自民党は千葉5区語れましたけども、実は加藤さんって自公の票を結構固めてたんですよね。はい。 ただ、えっ、ー、と、林さんが維新の8割台後半、そして、えー、立憲民主党の70%台半ば、そして、無党派層の、えー、6割台半ばを取られていたっていうような状況で、そこで林さんが、えー、ね、6000票ぐらいリードされたっていう状況なんですけども、まあ、当時は、まあ、言ったら、ね、 もともと加藤さんっていうのは、ずっと岸本秀平さんとバチバチに戦っていた方なんで、え岸本さんの講演会っていうのが、まあ、岸本秀平さん自体は、まあ結構、地位選出る時自民党の支援とかもあって当選したっていう経緯もあったので、まあ、そこでね、あのーまあ、選挙の。 ね、あの仮は選挙で返すっていうのがもう選挙会の常識なので、まあ、そこで加藤さんの応援にも入っていたという状況だったんですけども、後援会の方はそんなに加藤さんに応援入らなかったっていうふうに言われているので、まあ、結局、野党系の票がまあ早さのに流れたというえ状況がございました。 でさらにもともとね前回この加藤さんではなくて鶴穂さんが出ようとしてたんですよ当時の補欠選挙ただ、まあ、ちょっと石耕さんの横やりとかあったりして難色調べてあの石耕さんが加藤さんの擁立を進めたりみたいなちょっとそういう状況もあったりして、まあ、そこで鶴穂さん出られなかったとなので鶴穂さんの支援者がこういったら林さんの方に入ってたみたいなこの話もあったりして、まあ、そこでいったら自民の2割っていうのがまあ 先生はそこの鶴岡さんの部分とかが、こう、林さんの方に入っていたっていうところもあったりして、なので、林由美さんが言ったら、前回の補欠選挙で入っていた票っていうのは、今回そんなに見込めなくなるのかなっていうところが、一つあるのかなっていうふうに、えー、と思います。はい。 で、あと2021年、衆院選、岸本周平票っていくと、林さんが6割で、加藤さんが3割っていう状況でございましたっていう感じなので、まあ、ちょっとこういったところっていう出口調査っていう結果が、まあ、次の多分、衆院選のところで行くとかなり変わってくるのかなっていうところがあると思います。はい。まあ、ただ、えっ、ー、と、衆院選になるとやっぱ投票率上がったりとか、 まあちょっとまたちょっと違う傾向も出る可能性もありますので、まあ、前回市議選があったりしたのでね、はい、ちょっとそこの部分もあったりするんですけど、この和歌山の市議選とかと重ならなくなるところで、まあ、ちょっと投票行動の変化とかを見られると思いますので、まあ、そこもちょっとかなり気になるポイントなのかなというふうに、えっと、思います。はい。ね、だって前回ね、びっくりしましたよね、正直。だって、加藤さんの応援に、まあ、それこそ、 小池都知事とかも来たりとか、まあ、世耕さんと二階さんがね、あの、バチバチにやってる二人が、一緒に並んでね、こう、応援したりみたいな、なんかそういう状況もあったりとかね、そう,いうことで岸田さん来て、しかも爆破事件もあって、普通同情されるみたいな状況の中で加藤さん負けてしまったっていう状況なので、 いやーちょっとかなりね気になるところであるんですけれども、今回、ちょっ和歌山一君の今後の注目ポイント、先ほどちょっと出口調査も踏まえてのところなんですけれども、やはり岸本秀平さんの講演会がどこを応援していくのかっていうのは、かなり注目なのかなというふうに思います。なんで、相手が加藤大海さんじゃなくて、今回、例えば維新の相手はこうねかあの鶴穂さんになりますので、じゃあ鶴穂さんだったら、別に今まで戦っていなかったので、応援できるのかなという見方はあるのかなというふうに思っております。さらに まあ野党系が立憲民主党だったりとか国民民主党が候補者が出るのかどうかで、まあ林由美さんに入る票っていうのは、まあ言ったら反自民の というのが、まあ、かなりこう分散されるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そこは出てくるのかどうか、そして岸本茂さんの講演会はもとでやっぱ野党系の方がいらっしゃるかと思いますので、まあ、そうすると維新ではなくて立憲、国民の候補者に入るんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そこは出るのかどうかというのは、かなり林由美さんのところに影響が出てくるのかなというふうに思います。はいえー、そしてでですねこう鶴穂さんでいくと 大阪・関西万博の成功を目指す超党派議連というのがございまして、そこの事務局長をやれている方なんですよ。で、なんか行動とかでも出てるんですけども、前回の補欠選挙で、加藤さんじゃなくて、あの鶴瓶さんをもし出してたら、維新はちょっと万博とかへの配慮へ、後者を出してなかったみたいな感じで言われていたんですね。ただ、加藤さんを出したことによって、あ、もう、 ね、あの全力で出すことができるようになったっていうような感じで言われておりまして、まあ、なので維新の幹部が例えばもし応援演例えば吉松知事とか応援演説入ってた時に例えばどこまでこの自民党を反することができるのか。 なんなら鶴穂さんを批判することができるのかどうか、えここはちょっとかなり注目なのかなというふうに思います。はい、ちょっと万博へのやっぱ影響というのはあんま悪くしたくないと思いますので、まあ、これはかなり気になるポイントなのかなというふうに思うんですけども、でさらにやっぱり衆院選とか、まあ、特にもし今回公明党の選挙区に維新が立てるとかなると、そこをね、よりちょっとあの幹部入れる回数とか増やすんじゃないかなというふうに思うので、なかなか和歌山1区に例えば吉村さんとか入る回数っていうのを増やすことはできないんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そうすると林さん自体はやっぱり、もとそんなに 組織ない方だと思いますので、あのこう例えば演説とかで人数とか集めるのとか、まあそういったところはやっぱり自民党とかにも圧倒的に負けてしまうと、そうなると林さんとかどうやって、えー、活動を広げていくのか、えー、そこの吉村法みたいに使えないというのはかなり痛いのかなというふうに思っております。はい。あとやっぱり林由美さんが元々和歌山の市議会議員やられていたので、まあ、こう岩手市だったりは木の川市でどれだけ票を取れるのかどうか、ここがかなり気になるポイントなのかなというふうに思います。はい。 で、ちなみに、林由美さんの和歌山の、えっ、ー、と、でか補欠選挙の前に、一度ですね、和歌山市議選の補欠選挙やってるんですけど、これ別、べ、一人しか受かんない選挙で、あの、別の自民党候補に勝ってますからね。あの、ただ、林由美強い説っていうのもあるんですよ、実は。はい。だから、加藤さんじゃない自民党候補にも勝ったりしてるんで、はい。 でなんかね、なんかあの僕の知り合いで、実際和歌山こう入られて見られた方もいらっしゃったりするんですけども、林由美さんにこう会われて、やっぱ好きになったみたいな感じのこともね、えー、言われている方もいらっしゃったんで、なんか会うと票になる方なのかなっていう、僕もちょっとまだ現地で見たことがないので、何とも言えないんですけども、はい。なんかそのぐらいちょっと強い方なのかなっていうふうにもちょっと思ったりします。はい。 あと、まあ、解散時期次第で、まあ、前回4月買ったばっかなので、結局現職として何やったんですかみたいなところは全くないと思うんですよ。はい。なので、まあ、解散時期次第で国会議員としてちょっと活躍した部分を作れるのかどうかっていうのも、ちょっとあの注目なのかなっていうふうに思いますね。はい。あとね、やっぱりこう、賛成党が結局、まあ、誕生日の問題もあって、まあ、立候補することができるのが、解散時期次第で、えー、立候補することができるのは、結構ここはね、保守の票が、えー、かなり、こう、 削る可能性もあったりしますので、でなぜなら参政党の候補者に関しては、まあ、こう和歌山、まあ、特にまあ二階さんの選挙区ではないんですけども、まあ、二階さんの批判をする可能性が出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そこはちょっと注目なのかなというふうに思います。はいえー、そしてあ、やっぱり和歌山市議選と同時期じゃないということで、まあ、前回、まあ、市議選とちょっと同時期だったので、い、まあ、ったら岸本周辺さんの講演会とか、い、まあ、ったらもともと野党の地議会議員を応援している人たちもいっぱいいらっしゃいますと。 そうすると、同時期に野党の市議を応援しながら、鶴保さんを、あえっ、ー、と、加藤さんを、自民党の候補者を応援するっていうのは、国政ではね、補欠、市議選では野党の候補者を応援しながら、補欠選挙では自民党の方を応援するってなかなか難しいんですよ。ただ、まあ、今回そういう地元の選挙と連動してないっていう状況になりますので、まあ、それはそれ、まあ、地元の 選挙とは関係なく国政選挙で入りたい人、例えば岸本さんが頼まれた人をそのまま応援しやすいというような状況になったりしますので、そうすると、それは完全に鶴穂さんにとっては追い風になるのかなというふうに見てて思っています。ただですね、まあ、鶴穂さんのちょっと不祥事の影響はどこまで出るのかなというふうに思っておりまして、まあ、正直、参院選とかでは、まあ、そんなにね、もうちょっと余裕で勝てる選挙なので、あんまメディアとかも多分入ってなくて、そんなにちょっと注目されてなかったんじゃないかなというふうに思うんですけど、 あのウィキペディアとか見てるとですね、あのちょっと不祥事欄がちょっと多すぎて、あの全部読む気になれないぐらいめっちゃあるんですよ。はい、まあ最近できたね、まあ、統一教会の問題とか、ま、だそれをねなんか、あの他の方が自分でアンケートで答えて、まあ、先に申告するみたいな、こう結局後から出てきたパターンのやつがあったりですとか、まあ、あとはね、まあ、車で結構メンテとか食らって赤切符切られるぐらい、 まあちょっとそこのね、あの車の問題っていうのもあったりとか、ほ、ま、か、あ、にもね、ちょっといろいろあったりするんですけども、それがほ,りあのほじくり返されてしまうのかどうかっていうのは、えー、ちょっと注目なのかなっていうふうに思います。はい、あとね、世耕さんが結局、どこまで応援入れるのかっていう、なんか今回、世耕さんの静かさがちょっと怖すぎるっていう、えー、ところがあったりしますので、まあ、そこで結局、自民党の派閥争いっていうのが、まあ、この和歌山一区にもたらせてしまうのかどうか、まあ、ただ、維新に負けたっていうのは。 ねまあ、そっちの方が嫌なんじゃないかなというふうに思うので、まあ、協力はするのかなというふうには思っているんですけども、まあ、ここの動きっていうのもちょっと注目なのかなというふうに思いますということで、まあ、ちょっとね、和歌山1区、また構図次第で、またどんどん結果の見え方みたいなのも、ちょっと全然変わってくると思いますので、まあ、特に立憲国民あたりが出てくるのかどうかっていうのは、えー、注目でございます。はで、まだね、鶴保さんで確定したわけではないんで、はい、ちょっと今後、誰が出てくるのかって注目なんですけども。 まあ実際ね、まあ、補欠選挙で維新が勝ったっていう、本当に衝撃的な展開になっておりまして、はいまあ、そこをね、鶴穂さんが出てきたことによって、まあ、前回だけですよ、まあ、あの維新が勝つことができるのは加藤さんだけですよっていうのを自民党が言う,言うことができるのか。 え、加藤さん以外では自民党には勝つことができませんってね、言うことができるのかどうかというのがちょっと注目でございます。はい、ちょっとあの、今後もこう、和歌山一句、え、取り上げていきたいなというふうに思います。えー、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。